はい、皆さんこんにちは、坂キャッツでございます。5時半ですね。6月は19日のですね、水曜日でございまして、行きましょうか。 g.com にこういうの出てるんですよ。これは昨日の21時58分夜ですね、農中ってね、農林中央金庫の略なんですって。農中米欧 最大10兆円売却。10兆円ですよ、10兆円すごいやん。今期赤字 1.5 兆円に拡大、 1.5 兆円も赤字あんのみたいな。農林中央金庫、これね、要はって全農というのがですね、農協の全国組織でしてですね、それの金融部門ですね、確か。で、僕ら東京に住んでるような人間は馴染みがないんですけど、もうですね、金融機関としてはですね、メガバン級にですね、でかいというふうに私は理解をしているんですけどね。2025年3月期の連結純損失が1兆5000億円規模に拡大する可能性があることが18日分かった。これね、1兆5000億ってね、その辺の地方銀行やったらもう完全に飛んでますよ。海外金利の高止まりで含み損を抱えた米国債や欧州債を最大10兆円売却し、損失を確定する方針だって。なんで確定したのかの。あのね、こう米国債とか欧州債ってね、償還まで待ってればね、額面割ることないんですよ。だから損失が確定しなくて、確定しなくていいはずなんですよ。で、目先その含み損があってもね、それだん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 減っていくわけですよ。減ってて最後はゼロになるわけですからですね、なんでわざわざ損を出すんでしょう、ようわからん。当初の想定よりも売却規模を増やすため、赤字幅は5月時点で示していた5000億円超の約3倍に膨らむことになるって。なんで。で、この記事は終わってるんですけど、これね、ようわからんようわからん。さっきも言ったようにね、なんて言いますか、持ってさえすりゃね、損しないんですよ。例えば米国債で10年償還であればですね、買って3年目とかであれば、あと7年ね、持ってれば絶対の額面の額は返ってくるんですよ。で、しかもですね、金利は少しずつ入ってくるわけですよ。なのにですね、こう10兆円売却してですね、赤字が 1.5 兆円何それと。なんかね、ここにね、なんか怪しさを感じるんですよ、怪しさを。去年の今頃ね、シリコンバレーバンクっていうバンク、アメリカのですね、カリフォルニアのサンフランシスコかなが中心の地方銀行が飛んだ、覚えてらっしゃるでしょうか。あれが飛んだ理由はこれなんですね、同じなんですね。シリコンバレーバンクもですね、アメリカ国債を、簡単にアメリカ国債をいっぱい持ってたんですよ。今ね、銀行ってね、その運用先にね、苦労してるんですよ。つまり皆さんから預金を集めたはいいけども、それをですね、預金金利を払う以上に運用しないとですね、銀行は赤字になるでしょ。だからですね、こうどうすんのどうすんのっていうなんですけど、アメリカもですね、この2022年より以前はほぼゼロ金利だったんですよ。まだ運用先がですね、ないんですよ。まあ株買ってもいいんですよ。でも株下がったら損するでしょ。で、その手堅くいくんであれば株ではなくて国債やっとけば絶対最後は国が払ってくれるやんということでですね、シリコンバレーバンクもアメリカ国債を山のように買っていたそうなんですよ。ところが2022年からですね、23年のですね、前半にかけてアメリカはバンバカ金利上げたんですよ。もうこの1年半の間に 5.5% ぐらい上げたんですよ。過去にそんな短期間でそんだけ上げたっていうのは私は少なくとも見たことないんですよ。あったのかもしれませんけどね。多分でも過去 最高水準ぐらいの上げ方をしたんですね。そしたらどうなるかっていうと、金利が上がるとね、国債の市場価格が下がるんですよ。当たり前ですけど、新しく発行される国債はですね、金利が高いわけですよね。で、古い国債ってのは金利が安いわけですよね。金利が安いけども、それを新しい国債の金利に合わせて市場で取引しなあかんわけです。そうするとですね、
例えば10年先に100万ドルになる国債で毎年ですね、まあ毎年2万ドル 2% やったら2万ドルの金利がつく国債を新しく発行する国債って、6% の金利がついたりするわけですね。そうするとですね、新しく発行される国債は94万ドルで流通するんですよ。まあ簡単に言えばね、1年ものであればですね。そうすると今98万円で流通してたのが96万円に下がるという、94万円に下がるということでしょう。その分ですね、含み損が出るんですね。でもその国債をあと7年であればですね、あと7年持っていればですね、毎年2万ドルずつもらえてですね、7年後には100万ドルでですね、国がですね、償還してくれる、まあお金に変えてくれるわけですね。だったらずっと持ったらええやんってな。でも今はその確かにね、市場ですぐに売ったらですね、98万ドルのものが94万ドルになるやんということになるんですけど、でもだから帳簿上の損はあるわけですよ、時価評価ですから。でもええやんええやんと思うでしょ。ところがですね、シリコンバレーバンクっていっぱい国債持っていっぱい含み損抱えとんで、あいつらやばいやん、預金下ろさなあかんやん、そういう噂が立ったわけですね、ネット上で。なぜシリコンバレーの近くですから早い早いそんなもん。そうすると一晩であっという間に大量の預金が流出したわけですよ。今これピッ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 で預金動かすでしょ。そしたらシリコンバレーバンクは短期間に現金を集めなければならないわけです。で、すぐに現金になるって言ったらそのですね、値下がりした国債を売るしかないんですよ。国債を売るとですね、含み損が顕在化してしまう、もう確定してしまうわけですね。それがどん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 確定してですね、含み損が膨らんで、含み損が顕在化して膨らんで膨らんで膨らんで、最後はパリーンになった。それがシリコンバレーバンクで、農林中央金庫は別に預けてる人は要は農業関係者が多いわけでしょ。で、が危ないっていう噂が立っても、日本の農業関係者はそんなすぐにピッ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 と動かしたりせえへんやん。そうでしょ。そうせえへんのに、なんで含み損を確定しなあかんの。変やん、誰か教えて。分からへんねん、ほんまに分からへんねん、やったら喋んなって言われるかもしれませんけど、知らんやん、そんな喋りたいねん、ほんまに誰か教えて、ほんまに。なんでこの人らというの、農林中央金庫って売らはんの、売って損しはんの。しかも1兆5000億ってそんな半端な額ちゃいますよ。1兆5000億どんだけかって言うたらね、国民一人一人に1万円配れるんですよそんな政府は今月4000しか返してくれへんのに、農林中央銀行に頼んだら1人1万円くれはんで、まあ、それが可能なんですよ。可能な額は1兆5000億なんですよ。1万2000円ぐらいもらえるかもしれない、この1兆5000億配ったら。どうでしょう、なんか変やねん、これ納得できひんわ、ほんまに、なんで売らはんの、なんでよう分からへんのでこの辺でやめますね。誰か分かったら、読むか読まへんか分かりませんけど、一応コメントねくださいね。はい、ということで、このジジ.comのですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。